はい、こんにちは。まやチャンネル、まやはらです。今日はこちらですね。うん。変身ゲーム、デラックス。ガシャットギア、デュアルです。仮面ライダーパラドックスが、レベル50に変身するためのアイテムですね。うん。早速開けていきましょう。はい。ガシャッ。よいしょ。こちら、ガシャットでかい。はい、ということでこちらがガシャットギアデュアルですね。はい、マーキーブレザーズ・ザ・ブレックスガシャット、そう、あれとほぼ同じ大きさだね、うん、ただこのポンプみたいなこれがついてるから大きいですね、うん、ずいぶん大きいですね、かなり、はい、こちらがパーフェクトパズルで、でこちらがノックアウトファイターですね、うん、この両側になってるんだね。では早速電源を入れてみましょう。はい、単4電池2本で動きますね。はい、じゃあいきます。はい、ガシャットギアデュアル、ね、うん、まずこのボタンを押してみようか、うん、はい、ゲームスタート。おお、次はファイト。おお、次はゲームクリア。おお、うん、こういうのもあんだね。そうだね、うん、じゃあ早速パーフェクトパズルでパズルゲーマーレベル50に転身させてみましょうか。はい、パーフェクトパズル。おっ、ここだね。そうだね。光ってんね。うん、結構綺麗に光ってんね。本当だ、うん、じゃあ次必殺技やってみましょう。必殺技やるときはまずダイヤルを戻して、はい、もう一回回す。お、決め技って出た。そしたらこのホルダー、ホルダーにセット。じゃあ行きます。はい、おー、オールクリアってなった。これなんかね、たまにしかなんないみたいだね、うん、あー、なるほどね、こういう感じなんだ。トゥ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 ってなってたね。すごい強そう。うん、一旦戻してこれでボタンを押すと、あ、これで変身解除みたいだね、うん、じゃあ次はノックアウトファイター。はい、ファイターゲームはレベル50に変身させてみましょう。はい、じゃあやってください。はい、おお、うん、こっちか、うん、すごいね。すごいね。ノックアウトファイター。じゃあ一つ技いきましょう。はい、決め技。ガシャットクリーン、ノックアウト、クリティカルスマッシュ。ああ、結構すごい攻撃をしてそうな音だったね。うん、えぐかったなんか。では続いてゲーマードライバーにセットしてみましょう。はい、お願いします。行きます。はい、ここだね。はい、お、なんかすごい。かっこいい。ちょっとかっこよかったね。びっくりしちゃった。うん、こんな見てくれごっついのにね。うん、次必殺技ですね。はい、お願いします。裏技。どうぞ。いいね。うん、はい、混ざってた。そうだね。でゲーマードライバーの場合はこのダイヤルの向きによって必殺技の音も変わるんだって、うん、今これね中央でした、はい、今度じゃあ右に傾けてみようか。うん、で閉じて開いて、裏技、パーフェクトクリアコンボ。
この音いいね。じゃあ今度逆にダイヤル合わせましょう。はい。はい、それで閉じて。はい、それでは今回もですね、やっていきたいと思います。変身対決、はい、久しぶりだね。うん、うん、やりたいと思います。で、事前に話したんですけど、レイシン君はノックアウトファイター、ノックアウトファイターをやりたいみたいなので、はい、私がパーフェクトパズルでやりたいと思います。なんで順番的に今回は逆で、パパが先でレイシン君は後という感じかな。はい、はい、じゃあ早速やっていきましょう。はい、変身変身完了。どうですか？私がパズルゲーマーレベル50。すごいね。じゃあエイシン君、ノックアウトファイターでファイターゲーマーに変身してください。はい、変身。それだけ？うん。はい、全然違くない？なんか、しかもなんかかっこいい感じに変身してるし。すごい。なんだよ、ずるいな、なんか。じゃあ今回はですね、はい、こちらでアンケートをご用意してますので、どっちの変身がかっこよかったか、変身後もどっちがかっこよかったか、4択ご用意しましたので、はい、アンケート答えていただけると嬉しいですね。はい、なんかパパすごい変だよ、やっぱり。はい、ということで今回は仮面ライダーエグゼイドのデラックスガシャットギアデュアルでした。はい、ということで今日の動画面白かったなとか楽しかったなと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると大変嬉しいですね。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。